はい、皆さんこんばんは、 B レジェンド影谷です。今回はですね、久しぶりにトレーニング動画ですね、腕上腕二頭筋のコンパウンドセットでね、2種目連続で行う形をとっております。まず今やってるのはシーテッドダンベルカールですね。ベンチに座った状態でダンベルカールです。まあ、ベンチに座るとですね、まあ、チーティング、こう勢いをつけることができないので、まあ、こう膝の、ね、屈伸とか、こう体上体をこう大きく揺らすような感じで勢いをつけることができないので、こういうシーテッドでやる、ベンチに座った状態でやるっていうのはすごくフォーム、効きやすい形ですね。そしてダンベルカールが、まあ、これまずアップなんですけど、まあ、限界までやったらですね、今度はインクライン、少しこれベンチ角度が結構立ってますけれども、まあ、もう少し寝かした方がいいですね。で、インクラインベンチに背中をつけた状態で、インクラインダンベルカールをやります。で、この時に下に下ろした時にストレッチすることがポイントですね。腕を下ろして上腕二頭筋のストレッチを意識するっていうことがポイントです。まあ、やっぱりこういう2種目で、本当に10レップとか12、3レップとかするだけなんですけれども、やはりこのかなり痛みを伴いますので、まあ、かなりね痛そうな顔をしてますけれども、まあ、この痛みに耐えながらするような、トレーニングですね。まあ、重量は本当に軽いんですけれども、これかなりきついです、ね、もうこれもインクラインがもうね、あまりできなくて、でそのまま、ドロップセットでやってますね。重量を下げて、ダンベルの重量を下げてドロップセットで、やってますね。はい、でまあ呼吸だけ整うところまで待って、ダンベルカールからインクラインダンベルカールってことですね。シートダンベルカールからインクラインダンベルカールに2種目移っていくという上腕二頭筋のコンパウンドセットですね。でこれ上げるときは、まあ、ある程度速くてもいいんですけれども、下ろすときはこう極力ねゆっくり行ってあげることで、上腕二頭筋から重量が抜けないですね、重さが抜けないので、こうふっとね落とすように、ダンベルを下に下ろすんじゃなくて、重量をこう感じながらね下ろしてあげるといいなと思います。こう下ろすときに極力ゆっくりで、まあ疲れてくるとね、今みたいにもう上がなくなってくると、ちょっとこう勢いをつけてね上げるっていうのも一つかなと思います。勢いをつけてあげて、ネガティブ下ろす動作だけ、なんとか耐えるっていうのもいいと思います。ぜひやってみてください。